川の水に浸した右腕はまるで枯れ枝のようだった。老婆は傷んだ着物の袖をまくり直し洗濯を続ける。無意識に空想してしまうのはいつものことだった。川を泳いでいる魚や傍らに咲いている花や飛び跳ねている虫の名を小さな子供に教えている自分の姿を。抱えた悲しみがため息となって吐き出され水面に落ちた。もしもあの子が生きていてくれたなら。老婆は川を逆流させるように視線を送り上流にそびえる山を眺めた。今あの山で芝刈りをしているはずの夫もまた同じ思いを抱えているに違いなかった。また今日も無意味なことを考えてしまった。自然と苦笑が漏れた。自分には愛する夫がいる。それだけで十分に幸せなのに。老婆は洗濯板に目を戻す。しかしすぐにまた上流を見た。謎の物体が目に留まったからだった。川の水面に浮かんだそれは緩い流れに従ってこちらに近づいてくる。桃によく似ているがそれにしては大きいようだ。かぼちゃやスイカ、いやそれ以上の大きさだ。大きな桃、そんな漠然とした言葉でしか呼称することができない奇妙な物体は川の湾曲した箇所から投げ出されるようにして玉砂利の川辺に乗り上がり老婆の目の前で停止した。まるで意志を持ち老婆のもとにやってきたかのようだった。あれを持ち帰るのは楽ではなかった。背中に背負えるカゴなどは持ち合わせていなかったため洗濯板や濡れた衣服と一緒に桶に乗せて運ぶしかなかった。途中で何度も休憩を取って腰を休めなければならなかったがなぜだか置いて帰ってしまおうとは一度も思わなかった。老婆は弱くなってしまった日差しの中に洗濯物を干し終えると夫の帰りを待った。あの桃は今ちゃぶ台の上に乗っている。時折顔を近づけてみたり軽くつついてみたりはするもののそれ以上のことはできずにいた。やがてガラガラと引き戸が鳴り夫が帰宅した。ただいま。老婆は振り返って笑顔を向ける。おかえりなさいおじいさん。夫は背中に顔を背負っておりその中には木の枝や枯れ草が入っている。若い頃はカゴいっぱいに詰めて帰ってきたものだが老人となった今ではそうもいかないみたいだ。いやそんなことよりどうしたんですかその手ぬぐい。夫の肩にかかっている手ぬぐいの一部分が赤く染まっているのだ。ああ鎌でちょっと手を切ってしもうてな。年にはかなわんわい。手当てしましょう。いや大丈夫じゃ。もうとっくに血は止まっておる。そうですか。おやなんだいそれは。夫はちゃぶ台の桃を指さす。川で洗濯をしていたら流れてきたんです。こんなに大きな桃は初めて見たものですからつい持って帰ってきたんです。桃か。確かにそう見えなくもないな。夫はわらじを脱いで畳に上がってきた。切ってみましょうか。そうじゃな。うんわしがやろう。夫は包丁を手に取るとその刃を桃の割れ目にあてがい慎重に引いていく。一度桃から刃を離した。そしてまたあてがい包丁を引く。何もそこまで用心しなくてもと感じたが老婆は何も言わなかった。夫は幾度もその動作を繰り返す。やがて上面の割れ目は裂け目に変わっていた。ん？中が空洞になっておるようじゃ。夫は裂け目に両手の指を引っ掛け左右に開く。桃はあっけなく真二つに割れた。その瞬間老婆は目を見張った。なんとそこには赤ん坊が入っていたのだ。まるで本当に今生まれたかのように赤ん坊は元気な産声を上げる。これはどうしたものか。夫も戸惑っているようだった。育てましょう。無意識に老婆は赤ん坊を抱き上げていた。きっと子供のいない私たちに神様が授けてくれたんですよ。ですからこの子を私たちで育てましょう。
夫に対しここまで強く意見したことがあっただろうか。ひょっとしたら怒らせてしまうかもしれないと老婆はふと我に返る。桃太郎と夫は言った。え、この子の名前じゃよ。夫は微笑んで赤ん坊の手をちょんとつつく。桃太郎は小さな手で夫の指をキュッと握った。老婆はありったけの愛情を注ぎ桃太郎を育てた。川に洗濯に行く時も料理をする時もおんぶをしたり抱っこをしたり片時も離さなかった。毎晩桃太郎が寝る時には子守歌を歌い、夜泣きをすれば何時であろうと飛び起きて世話をした。慢性的な睡眠不足に加え無理を聞かせ続けたことにより体は着実に弱っていった。それでも心が元気だったのは桃太郎の笑い声が他に代え難い幸福感を与えてくれていたからに違いなかった。まるで老婆の負担を軽減するためであるかのように桃太郎は尋常ではない速さで成長していった。何においても同年代の子供たちより明らかに優れており、わずか3歳にして斧を振れるようになっていた。夫も子育てには協力的だった。赤ん坊の時はどう扱っていいものか分からず戸惑ってばかりだったが、桃太郎が自分で歩けるようになってからは虫捕りや魚釣りに連れて行ってあげていた。もしもあの子が生きていたならこんなことをしてやりたかった。そんな老婆や夫がずっと持っていた願望を桃太郎は次々と叶えてくれたのだった。桃太郎は優しい子に育ち毎日家の手伝いをしてくれた。その運動能力は驚くほど高く、薪割りは大人がやるよりも早かった。幸せそのものだった。ただしそれは家庭だけに限った話だ。老婆が暮らすこの村は重大な問題を抱えていた。鬼の襲撃である。赤、青、緑、それぞれ違う色をした鬼たちは数ヶ月に一度といった頻度で村に現れ、七尺を優に超える巨体を使い暴虐の限りを尽くした。財宝が目的であるのは明白だったが、無条件でそれを差し出そうとする者はいなかった。鬼の襲撃を受けるたび村の男たちは一丸となって戦った。普段はいがみ合っている村人同士でさえ協力し合い、鍬や竹槍を手に取りこれに抗った。しかし力の差は歴然としていて、金棒を軽々と振り回す鬼たちにはまるで歯が立たず、毎回撃退は失敗し多くの負傷者が出た。時には死者も。鬼さえいなければきっと村人全員がそう思っていることだろう。しかし皮肉なことに鬼への怒りが募るほどに村人たちの結束力は増していった。あれは桃太郎が10歳の時だった。財宝を片手に村を去る鬼たちの背中を憎しみに満ちた目で睨んでいたのを鮮明に覚えている。地面には大勢の怪我人が横たわり、焼かれた家からは炎が上がっていた。うめき声とともに空中に舞う火の粉が桃太郎の瞳に映っていた。剣術を学びたい、桃太郎がそう言ったのはその翌日のことだった。おじいさん、おばあさん、僕、鬼退治に行ってきます。畳の上で正座をして桃太郎は強い決意をうかがわせる口調で言った。心に直接冷水を流し込まれたように老婆は息ができなくなった。しかし心のどこかにいつかこんな日が来るのだろうという思いもあった。強い正義感と人並み外れた運動能力を持つこの子なら鬼の問題を自分の手で解決したいと考えて当然だ。だからといって許しません、そんな危険なこと。鬼によって村にどんな被害が生じようと桃太郎の命の方が大切なのだ。身勝手な考えと言われようがそれが老婆の本心だった。どうしても戦うというのならせめて鬼たちが襲ってきた時に村人たちと協力して。それではまた村人から犠牲者が出てしまいます。老婆は反論しようとするがその材料が見つからない。だから僕は一人で鬼退治に行くのです。
ならん。夫は老婆の隣で腕を組んだまま桃太郎を見据える。もはや老婆には夫が桃太郎を説得してくれることを祈るしかなかった。お前は今暴力で起こっている問題を暴力で解決しようとしておるんじゃぞ。夫はいつになく厳しい態度で桃太郎を叱責する。しかし桃太郎は動じない。奴らに話し合いが通じるのであればとうに問題は解決しているはずです。現に何度も頼んだではありませんか。もうこれを最後にしてくれと。奴らに約束を守る気などないことは明白です。言葉が通じているかどうかも疑わしい。ならば実力行使しかありません。その実力において奴らに勝っていると思っておるのか。今の僕なら、あるいはその言葉が強がりなどではないことは老婆には重々分かっていた。村にはもう桃太郎にかなう者は一人もいなかった。いや、おそらく世界のどこにもいないだろう。奴らの恐るべき点は力だけではない、その再生能力じゃ。お前も知っておるじゃろう。いかに深手を負わせても次に襲ってきた時には傷が感知しとること。だからこそこちらから叩くのです。奴らに回復の時間を与えないためには逃げ場のない奴らの本拠地で殲滅するしかありません。とうとう夫は言葉を詰まらせた。僕は鬼退治に行きます。これはお願いではなくご報告なのです。もうこの子を止めることはできない。悲しい確信が老婆の胸を満たした。村が鬼に奪われたのは財宝や命だけではありません。僕たちは心の自由を奪われているのです。それは人間が命よりも大切にしなければならないものです。心の自由。確かに桃太郎の言う通り、鬼の脅威を排除しない限りこの村に真の安らぎは訪れないのかもしれない。これまで散っていった人々もそれが分かっていたからこそ命がけで戦ったのだろう。夫は大きく息をつくと表情を崩した。鬼ヶ島の場所は知っておるのか。大体は。そうか、ならば教えてやろう。夫はボロボロになった古地図をちゃぶ台に広げ、鬼ヶ島の位置に印をつける。ここはかつて村で滞在を犯した罪人が島流しにされていた場所じゃ。敵は鬼だけではないやもしれん。はい、心してかかります。桃太郎は地図を丁寧に折りたたみ懐にしまう。その間に夫は席を立ち、鞘に収まった刀を持ってきた。これも持っていきなさい。夫はそれを両手で差し出す。漆が塗ってあるらしく鞘は美しく光沢している。ありがとうございます。桃太郎もまたそれを両手で受け取った。老婆にできることはもうそれほど多くはなかった。桃太郎が空腹に苦しまないようきびだんごを作った。そして桃太郎に加勢する者が現れてくれるよう日本一と記した旗を仕立てた。では行ってまいります。家を出たところで桃太郎は穏やかに言った。きちんと長い髪を湯き、腰に刀を刺したその姿は立派な侍だった。まだ幼さは残っているものの顔立ちも凛々しい。あの日桃から生まれた赤ん坊をここまで育てた自分を老婆は誇らしく思った。ここまで来たらもう信じるしかなかった。桃太郎の決断もそれを許容した自分も全ては正しいのだと。必ず戻ってくるんだよ。たとえ血がつながっていなくても祖母と孫と言えるほど年が離れていようとも桃太郎は老婆にとって大切な息子だった。はい、必ず取り返してきます。奪われた財宝と自由を。桃太郎はふっと微笑むとこちらに背を向け歩き出した。午後の日差しが甲冑を輝かせ、山から吹き下ろす風が旗をたなびかせていた。桃太郎の後ろ姿があぜ道の彼方に消えるまで老婆は手を振っていた。さて、わしは神社に行って山の神に桃太郎の無事を祈願してくるよ。じゃあ
私も行きます。お前は家で休んでおきなさい。体に触るといかん。確かに老婆は健康とは言えない状態だった。常に体のあちこちが痛むし、このところよく咳も出る。でもお参りくらい。わしは桃太郎が帰るまで祈り続けるつもりじゃ。何日かかるかわからん。そう言われてしまうと老婆には諦めるしかなかった。わかりました。老婆は今一度桃太郎が歩き去ったあぜ道を見た。そこにはトンボを追いかけている幼い桃太郎の姿があった。勝たなくてもいい、逃げてもいい、どうにか無事に帰ってきますように。背の低い草むらが風に揺らされささやき声を上げていた。これから鬼ヶ島に乗り込もうとしている自分を勇敢だと褒めてくれているようにも、愚か者だと嘲笑っているようにも聞こえる。決戦の地を目指し、桃太郎は乾いた土の地面を歩いていく。この桃太郎という奇妙な名が与えられたのは自分が桃から生まれたかららしい。未だに信じられない話だが、おじいさんとおばあさんが嘘を言っているようにも思えない。しかし事実がどうであれ、自分にとっての両親はおじいさんとおばあさんに他ならない。ザッとわらじを鳴らし、桃太郎は立ち止まった。前方の草むらから一匹の犬が現れたからだ。そんなに立派な登りを掲げて一体どちらへ行かれるのです？ああ、鬼を退治しに行くんだ。人間は奴らにひどい目に遭わされてきたから。そうですか。幼少期から桃太郎は動物と会話することができた。その能力を気味悪く思う村人もいたものだが。その腰の巾着の中に入っているのはきび団子ですね。犬が見えるはずのない中身を平然と当ててみせた。なぜわかった？匂いです。これは間抜けなことを聞いてしまった。人間に比べて動物は、特に犬は鼻がよく効く。中身など分かって当然だったのだ。それを一ついただけませんか？もしいただけるのなら、私は旅にお供します。ああ、構わない。だがついてくる必要はない。きびだんご一つで命を危険にさらすなんて、割に合わないだろう。では、もしも命に関わるような危険を感じたら、私は逃げることにします。それならいいか。桃太郎は巾着袋からきびだんごを一つ取り出し、その場にしゃがみ込むと、犬の口に運んでやった。おいしいです、とっても。僕を育ててくれたおばあさんがこしらえてくれたんだ。そうなのですね。とても優しい味がします。きっとその方の人柄が味に出ているんでしょうね。そうかもしれないな。きびだんごを食べ終えると犬はこう言った。じゃあこれで私はあなたの家来ですね。いや、え、お前は家来なんかじゃない。仲間だ。固まっていた犬の表情が溶けていく。光栄です。草原を抜け森に入った。生い茂る木々の葉をすり抜けた日光が湿った土の地面に斑点模様を作っていた。突然目の前に一匹の猿が現れた。猿の天地が逆さまなのは尻尾で枝にぶら下がっているかららしい。なあ、そこの若い侍、と猿は言った。食べ物分けてくれねえか。俺は今腹が減って死にそうなんだ。ずるりと尻尾が枝を離し、猿は落下する。しかし地面に激突する前に身を翻し、無事に着地した。じゃあこれをやろう。桃太郎はきびだんごを一つ取り出し猿に差し出す。猿は飛びつくようにそれを受け取り、無心で食べ始めた。ああ、うめえ。悪いけど一つしかあげられないんだ。長旅になるかもしれないのに、食料はこれだけだから。生き返ったぜ。で、長旅になるかもって一体どこ行くんだ？鬼ヶ島だ。だったら俺も付き合うぜ。恩は返さねえとな。やめた方がいい。必ず危険な目に遭うだろうから。そん時は逃げるから安心しろよ。好きにしろ。じゃ
恩を返すまで俺はあんたの家来ってことだな。いや、仲間だ。森を抜けると崖に行き当たった。正面には吊り橋がかかっていて、下から川の流れる音が聞こえる。吊り橋の真ん中あたりで桃太郎は空を見上げた。鳥の羽ばたく音が聞こえたからだ。鳥は忙しく動かしていた翼を畳み、縄で作られた手すりに止まった。見たところ雉のようだ。こんにちは、お侍さん。どちらに行かれるのです？鬼ヶ島だ。お、鬼ヶ島。雉は目を丸くして猿と犬を順に見た。それで家来を連れているんですね。おい、こいつらは家来じゃない、仲間だ。それは失礼しました。よろしかったら僕も仲間に入れてください。きっとお役に立ちます。危険を感じたらすぐに逃げると約束できるか？なんだか不思議な条件ですね。そんなことでしたらもちろん。じゃあこれをやろう。桃太郎はきびだんごを一つ取り出し雉に差し出した。二人にもあげたからさ。じゃあ遠慮なく。雉は嬉しそうに言ってきびだんごをくちばしに加えた。三人の仲間と共に桃太郎は先を急ぐ。猿が前を、犬が後ろを歩き、雉が頭上を飛んだ。その陣形はまるで桃太郎を護衛しているかのようだった。海岸に出たのは日が落ちる前だった。雉が空を飛んで偵察し、砂浜にボロ船を発見した。それを全員で修繕し、なんとか使えるようにした。船を漕ぐ貝がなかったので、桃太郎はその場を離れ、代わりになりそうな木材を探した。しばらく浜辺を歩いたところに、しゃもじのような形をした木を見つけた。握りやすいように刀で形を整えた。船のところまで戻ると、仲間たちは身を寄せ合い、真剣な顔で何かについて話し合っていた。ひょっとしたらおじけづいてしまったのかもしれない。ここまででいい。仲間たちはびくりと身をすくめ、一斉に桃太郎を見た。その反応からして、やはり逃げ出したいと考えているようだ。みんな引き返すんだ。そもそもこれは人間と鬼の戦いだ。無関係の動物が危険を犯す必要はない。一緒に船を直してくれただけで十分助かった。猿が声を上げて笑った。勘違いしないでくれよ。俺たちはきびだんごの味について正直な感想を言い合ってただけだ。犬はちょっと薄味だったってよ。おい猿。犬は猿をとがめると桃太郎の顔を見る。すいません、でもキジもちょっと食べづらかったと言っていました。おい犬。今度はキジが犬をとがめ、桃太郎に向かって取り繕うように言う。僕は食道が細いもので、もうちょっと小さい方が食べやすかったかなって。でも味はとっても美味しかったです。そうか。桃太郎は笑った。仲間たちがおじけづいたなど自分の勘違いだったようだ。まあとにかく俺たちは最後まで付き合うぜ。猿は船に飛び乗り、雉は帆に止まった。犬は船尾に首を当て、船を海へと押し出そうとしている。知らないからな。桃太郎は苦笑交じりの息をつくと、犬と共に船を押す。わらじが砂の地面をえぐり、深い足跡を刻んでいく。やがてふと抵抗がなくなり、それと同時に船はすっと海面を滑り始めた。犬と共に船に乗り込むと、桃太郎は両手で貝を掴んだ。力いっぱいそれを胸に引き寄せ、そして突き放す。それぞれの故郷を有する陸がゆっくりと遠ざかっていった。転覆しないのが不思議に思えるほど船は激しく揺れていた。波は高く、大粒の水しぶきが顔を打つ。空は黒雲に覆われていて、海面を照らす光はたまに轟音とともに落ちる。雷のそれだけだった。これじゃ海に投げ出されちまう。
帆にしがみつき、犬が叫んだ。犬は大きく傾いた船底に獅子を踏ん張りながらゲホゲホと咳き込んでいる。どうやら海水を飲み込んでしまったらしい。どうしよう、みんなが落っこちちゃう。キジは低空を飛びながら心配そうに船を見下ろす。耐えるんだ、鬼ヶ島はもう見えている。左舷に腕を絡ませ船尾に片足を突っ張りながら桃太郎は仲間たちを鼓舞する。壮絶な航海だった。ただ一つ幸いだったのは、貝を漕がなくても船が鬼ヶ島に向かって流されていることだ。それはまるで鬼ヶ島が桃太郎たちを吸い寄せているかのようだった。ほとんど座礁ともいえる勢いで船は岩場に乗り上がった。桃太郎は仲間たちの無事を確認し息をついた。ひとまず命拾いしたな。でも次はここを登らなくちゃならないみたいですね。切り立った崖を見上げ犬が不安げに言う。ま、水攻めよりはマシだ。猿は岩を蹴り崖に両手でつかまるとそのまま軽快に登り始めた。僕は先に行って様子を見てきます、言いながらキジは高度を上げていく。桃太郎は下から犬を補助しながら慎重に崖を登った。ここは地獄か。猿は顔を凍らせながら言った。視界に映るのは岩や石ばかりで、動物はおろか植物さえ見られない。とにかく先へ進もう。桃太郎は猿と犬を従えて円形をした広場を歩いていく。犬が遅いので振り返ると崖の縁から下を覗き込んでいた。これは落ちたら串刺しになってしまいますね。一緒になって見てみると、広場と海の間には牙のように尖った無数の岩がひしめいていた。まるで剣山だな。猿は笑いながら言ったが、恐怖を感じていることが伺えた。行こう。崖の縁を離れ再び広場を歩いていく。正面には巨大な階段があり、上の様子はわからない。その一段目に足をかけたとき、偵察に出ていたキジが正面から飛んできた。もうすぐ鬼たちがこっちにやってきます。数は3体です。地響きのような音が聞こえ、桃太郎は最上段を見上げた。金棒を担いだ青い鬼と緑色の鬼がゆっくりと降りてくる。その少し後ろには赤い鬼が立っている。鬼たちが歩を進めるたび地面が振動した。先行する2体が立ち止まると同時に鬼たちの後ろに雷が落ち、一瞬3体を黒い影にした。その間目だけは影の中に不気味に浮かび上がっていた。ここに何しに来た。低くくぐもった声で赤鬼は聞く。こんな場所に遊びに来るやつはいない。桃太郎は刀の柄に手をかける。おう、やる気のようだな。お前ら相手をしてやれ。俺は念のため奪った財宝を移しておく。赤鬼は青と緑の鬼に告げるとこちらに背を向けて歩き出した。待て、どこに行く。階段の上に消えていった相手に向かって桃太郎は叫んだ。しかし赤鬼が再び現れることはなかった。この階段を登ってまっすぐ進むと洞窟があります。おそらく財宝はその中だと思います。頭上で羽ばたきながらキジが言った。青と緑の2体が階段を降りてくる。桃太郎ははがみする。財宝を取り返せる可能性は下がるが、こいつらを先に倒すしかないようだ。赤いのを追ってください。こいつらは私たちがどうにかします。桃太郎の横に並び犬は2体の鬼を見据えていった。しかし桃太郎がうろたえていると今度は猿が反対側に並んだ。早く行け、財宝を取り戻せなくなるぜ。皆純粋な決意がうかがえる顔をしていた。死ぬなよ、危なくなったら船で逃げるんだ。桃太郎は階段を駆け上がる。左右から振り抜かれる金棒をかいくぐり、桃太郎は2体の間をすり抜けた。青いのは僕が何とかする。キジは高度を上げ青い鬼の頭上を取った。緑色の鬼は階段を降り切り広場へと入っていく。あっちは犬か猿に任せるしかない。
青鬼は階段の途中で足を止め、キジを見上げている。邪悪な生物にふさわしい白一色の目と湾曲した2本の角がキジの心に恐怖を与えた。とにかく体勢を崩させるんだ。階段を踏み外させることができれば転げ落ちてくれるかもしれない。キジは高度を下げ、青鬼の顔に高さを合わせる。そして金棒の前へギリギリを飛び、大振りを誘う。狙い通り金棒が横一文字に振られた。先端がくちばしすれすれのところを通過する。強烈な風圧によりキジが後ろに吹き飛ばされた。こんなのまともに食らったら間違いなく即死だ。でもやるしかない。再び正面から前に入った。青鬼が金棒を振る。その寸前、キジは思い切り羽ばたき後方に身を退ける。このままでは届かないと判断したらしく、青鬼は上体を前に傾けながら片足を前に出す。キジはさらに広場側に後退し、金棒の前から離脱する。金棒が空を切り裂く。そして青鬼は足を踏み外した。体勢を崩し階段を転げ落ちていく。やった！キジはその場で飛行しながら青鬼を目で追う。再下段まで前転を繰り返した青鬼は地面に激突する直前、体をひねりうまく衝撃を分散させるように受け身を取った。無傷であることは間違いなかった。相手は金棒を離してさえいない。しかしキジはすでに動いていた。立ち上がりこちらを振り仰ぎつつある青鬼に向かってキジは全速力で突っ込んでいく。視界の周囲が霞み、中心にいる青鬼がみるみる巨大化していく。青鬼は金棒を振ろうとするが、もうキジは至近距離に到達していた。いける！キジのくちばしが青鬼の右目に突き刺さった。青鬼は黒雲に覆われた空に向かって方向する。全身がビリビリと振動するほどの轟音だった。斜め後ろから青鬼の手が迫っていた。捕まれたらひとたまりもない。キジはすぐにくちばしを抜き高度を上げる。寸前のところで青鬼の左手はかわすことができた。上から青鬼を観察する。相手は右手で握った金棒を地面につき、潰れた右目を左手で押さえている。もう片方の目を潰せれば相手の視界を完全に奪うことができる。キジは即座に急降下を始めた。目標である左目が迫ってくる。いけると成功を確信したその瞬間、湾曲した角の先端がこちらに向けられた。キジの魂胆を読んでいたのだろう。青鬼が顎を引いたのだ。このまま突っ込めば串刺しになってしまう。キジは翼を傾け強引に軌道を変える。腹が青鬼の頭部をかする。間もなく地面に激突した。串刺しは免れたが、打撲により全身が激しい痛みを訴えている。青鬼は左手で右目を押さえながらもう片方の手で金棒を振り上げる。翼は動く。まだ飛べる。金棒が振り下ろされた。それに潰される寸前、キジは敵の左目に向かって飛んだ。地面が爆発したような音を立てた。効果とは違い、上昇ではスピードは乗らない。おそらくこの速度ではくちばしは刺さらないだろう。だがやはり青鬼はキジの軌道を読んで角を向けてきた。しかしキジはさらにそれを読んでいた。急減速しながら両足を前に出し、青鬼の顔の下に滑り込む。そのまま後方に宙返りするようにして両足を天に向けると、しっかりと爪を立てたその両足で青鬼の眼球をわしづかみにした。潰れろ！残されている力のすべてを指に込める。やがて指先から熱い膜を突き破る感触がした。青鬼は再び方向し、右目を押さえていた左手で力任せに生地を振り払う。それをまともに食らった生地は猛烈な勢いで吹き飛ばされ、階段の中腹あたりに激突し、そして墜落した。ダメだ、勝てるわけねえ。みんな殺されちまうんだ。広場の方から猿の叫び声が聞こえた。青鬼は両目から血を流しながら猿の方へと近づいていく。視力を失ったため声を頼りに動いているのだろう。ごめんよ猿、犬。薄れゆく意識の中でキジは仲間たちに謝った。助けに行きたいけど
もう僕の体は限界を超えちゃったみたいだ。犬は広場の真ん中に獅子を据え、緑色をした鬼をにらみつけていた。その奥、階段のすぐ近くでは青い鬼とキジが戦っている。どうすれば勝てるだろうか。敵は巨体であるばかりか、金棒、爪、そして鋭い先端を天に向けた2本の角と武器となるものも豊富に持っている。突然、緑の鬼は犬に向かって走り出した。走りながら金棒を振り上げ、そのまま力任せに振り下ろす。犬は半ば直感的に真横に跳躍してそれをかわした。金棒の着弾した箇所には一瞬土の柱が形成されていた。あんなものを食らえば間違いなく粉砕されてしまうだろう。犬は敵の圧倒的な力に恐怖した。緑の鬼は休む間もなく犬めがけて金棒を振り下ろす。犬はその軌道を見極め、横へ後ろへ必死に跳躍して避ける。地面には次々とすり鉢状のくぼみが生まれていく。気づけば息切れしていた。敵に疲れは見られない。このまま持久戦となれば間違いなく敗北する。体力が残っているうちに何とか一撃を加えなくては。犬は攻撃を回避しながら緑の鬼を観察する。筋肉のついている箇所は硬そうに見える。たとえ噛みついても傷を負わせられるとは思えない。となれば喉か、いや思い切り跳躍してもあの高さまでは届かないだろう。だとしたら、鬼は大きく両足を開き、高々と両手で抱えた金棒を振り下ろす。確実に避けるなら横か後ろだが、犬は前に跳躍した。金棒がすぐ背後で地面をえぐる。犬は全速力で敵の股をくぐり抜け、右足の剣に食らいついた。鋭い4本の牙が緑色の皮膚を突き破る。犬は全力を顎に込めながら思い切り顔を横に振った。ブチッと剣が切れる音が聞こえると同時に、敵の足首から血が噴き出した。緑色の鬼は絶叫し、ズシンと右膝をついた。犬はその隙を見逃さず、血まみれの体で地面をかけ、今度は左足の剣に食らいつく。鬼は横ざまに体を倒し、左足を激しく振る。骨がきしみ、脳が揺れる。全身が痛み、視界は無意味な模様を映すばかりだ。しかし犬は剣に食らいついた牙を離さない。やがて緑の鬼はけたたましい叫び声を上げ、それと同時に左足を思い切り振った。犬は大きく飛ばされ、地面に叩きつけられた。体は土ぼこりを立てながら滑り、やがて止まったのは崖の際ギリギリのところだった。崖下から波が岩を打つ音がする。犬は倒れたまま口から赤い血と緑色の肉を吐き出した。血には自分のものも含まれているようだった。とにかく牙を離さなくてよかった。敵は己の剣もろとも犬を吹っ飛ばしたのだ。しかし立ち上がることさえままならないほど肉体の損傷は激しかった。霞む視界の中で敵を見る。ずいぶん遠くに飛ばされたらしく、緑色の巨体は小さく見えた。緑の鬼は金棒を杖代わりにして立ち上がろうとしている。しかしそれはかなわず、その場で転倒した。どうやら相手の機動力は奪えたらしい。本当ならここからさらに敵の戦力を削りたいところだが、自分はもう戦うことはできそうにない。私はここまでだ。横顔は地面についた。ダメだ、勝てるわけねえ、みんな殺されちまうんだ。意識が遠のく間際に聞こえたのは猿の情けない叫び声だった。猿は円形広場の端で立ち尽くしていた。左手に見える巨大な階段の中腹には雉が、右手の崖際には犬が倒れている。どちらも
戦闘不能となったことは間違いなかった。キジは階段付近に立っている青鬼の視力を、犬は広場の中央付近に張っている緑色の鬼の歩行能力を奪ってくれた。しかしとても無力化できたとは言い難い。2体の攻撃手段は健在であり、依然として脅威であることに変わりはなかった。自分には空を飛ぶ翼も鬼の剣を食いちぎれるほどの牙もない。ダメだ、勝てるわけねえ、みんな殺されちまうんだ。猿の叫び声に青鬼が反応を示した。相手はこちらに体を整体させ走り出す。地面を震わせながらあっという間に迫ってくると金棒を振り上げた。うわあ！猿は青鬼を見上げて叫ぶ。金棒が振り下ろされた。猿は横に飛んでそれを回避する。声を発した場所に金棒は正確に着弾した。そこには円形のくぼみができ、その周りには放射状にひびが入っていた。両目から血を流す青鬼が再び金棒を持ち上げる。その先端から土や小石がパラパラと落ちた。その間に猿は青鬼の横に回り込んだ。地面を蹴る音が途切れたことでこちらの位置を把握したのか、青鬼は猿に体を向ける。背後を振り返った。離れたところに緑色の鬼が金棒を杖代わりにして立ち上がろうとしている姿が見えた。青鬼に目を戻す。挟まれる。声を上げると同時に青鬼の金棒が襲いかかる。猿は後方に跳躍して何とかそれをかわす。目の前で土柱が上がった。自分には空を飛ぶ翼も鬼の剣を食いちぎれるほどの牙もない。待ってくれ、殺さんな。猿は両手を上げ青鬼の顔を見上げて叫んだ。しかしその申し出は聞き入れてもらえず、無情にも金棒は振り下ろされた。猿は獅子で地面を突き放し後方へ飛ぶ。またもや声を上げた地点が大きく陥没した。下がれば下がるほど緑の鬼に近づく格好となっていた。許してくれ、俺たちが悪かった。情けない声で命乞いをするが、青鬼が攻撃をやめる気配はない。声を出した箇所にやはり金棒は振り下ろされた。猿は後方に跳躍しつつ青鬼に背を向け、緑色の鬼に向かって走り出した。こちらに横顔を見せている緑の鬼は片膝をつき、両手で握った金棒を杖代わりにして立ち上がろうとしている。猿は思い切り跳躍しその前腕に飛び乗った。すかさずそれを蹴り肩へと移る。緑の鬼は金棒から離した片手で猿を掴もうとした。間一髪のところで飛びすり抜けたが、鬼の爪が肩をかすり、そこから血が流れ出した。緑色の鬼の頭部二本の角の間で、猿はすぐ近くまで迫っている青鬼に向かって叫んだ。頼む、俺だけでも見逃してくれ。青鬼が猿めがけて金棒を横一文字に振り抜く。猿は全力で跳躍した。下を見る。青鬼の振る金棒が緑の鬼の側頭部に接触し、次の瞬間頭部が爆裂した。自分には空を飛ぶ翼も鬼の剣を食いちぎれるほどの牙もない。だが人間に次ぐ知能がある。声を出した場所に金棒は必ず振られる。ならば破壊したい者のそばで声を出し、よければいい。頭部の消し飛んだ緑色の鬼はゆっくりと仰向けに倒れている。その腹の上に猿は着地した。これであと一体。片手で傷口を押さえ、猿は青鬼を挑発する。ここだ化け物。青鬼は金棒を振り回し地面を破壊しながら追ってくる。それを回避しながら猿は苦笑した。まさか鬼たちと戦うことになるとは思わなかったな。俺たちの任務は桃太郎の暗殺だったっていうのに。動物たちの会合が開かれたのは一月ほど前だった。全種族の代表者たちが集結し、動物界の今後について話し合った。主な議題は人と鬼どちらに世界の覇権を握らせるかだった。残念ながら動物界には食物連鎖の頂点に立てる種族はおらず、どうすれば世界が今よりマシになるかを話し合うしかなかった。長い討論の末、鬼に握らせるべきだという結論に至った。鬼は人間とは違い
自分たちの快適性を上げるために自然を破壊することはない。つまり植物や昆虫も含めた生態系を大きく変えてしまう心配がない。暴力による殺戮は行われるのだろうが、今のところ鬼族の個体数は少ないため、それは自然の摂理の範囲内にとどまるだろう。これらが鬼に覇権を委ねるべきだという結論が導き出された根拠だった。ではそうするために動物たちのすべきことは何か。論点はそこに移り、議会の出した答えはこうだった。人類最強である個体の抹殺、鬼に勝たせるためにはそれが必須だと考えられた。桃太郎という少年の運動能力が人並み外れているという情報は、鳥類による偵察や村の家畜からの聞き込みによって得られていた。暗殺犯が組織されることとなった。まずリスやウサギといった弱い動物が候補から除外され、また標的に警戒されないようクマやオオカミやタカといった戦いに長けた動物も除外された。志願や推薦により最終的に犬、猿、キジが選ばれた。訓練期間を終え、とうとう作戦が決行された。桃太郎に怪しまれないよう一匹ずつ接触を図った。きびだんごなど桃太郎に近づくための口実に過ぎなかったのだ。犬もキジもうまくやっていた。桃太郎は疑うそぶりさえ見せなかった。だが桃太郎と行動を共にしているうちに、己の任務への意志が揺らいでいくのが分かった。桃太郎の言動がそうさせたのだ。空腹に困っていると嘘吹いた俺に、奴は迷うことなく貴重な食料を分け与えた。俺たちのことを家来ではなく仲間だと言った。危険に直面したら逃げることを条件に俺たちの同行を許した。この優しさを持つ人間なら動物側の思いを理解してくれるのではないか。動物界の事情を汲み、それを言葉にして人間たちに伝えてくれるのではないか。人間と動物との中立の立場を取り、人間の暴走を止めてくれるのではないか。もしもそうなるのであれば、鬼に覇権を握らせるよりも良い世界が待っているように思える。浜辺でボロ船を修繕している途中、桃太郎が貝を探しにその場を離れた。その隙に猿は思い切って犬とキジに自らの考えを打ち明けてみた。裏切り者と非難される覚悟だったが、その必要はなかった。犬もキジも同じ気持ちだったのだ。逃げ場のない海の上で任務を遂行する予定だったが、やめにした。出航前、桃太郎は猿たちを故郷へ返そうとした。その優しさに触れたことにより猿は確信した。この男ならきっと自然界や動物界に敬意を払い、傲慢さを持たない人間界を作ってくれると。そして猿たちは桃太郎と本当の仲間になった。陸から遠ざかる船の上で猿は前方を見据えた。断りもなく任務を放棄した俺たちを議会はどうするだろう。反逆罪として処刑するか、動物界から追放するか。いや、今考えるのはやめだ。それまでこの命があるかもわからないのだから。とにかくもう俺たちの敵は鬼どもだ。荒れ狂う海の先に鬼ヶ島らしき影が見えた。青鬼の金棒が頭上から振り下ろされ、猿は後方へ飛んで回避する。金棒に打たれた地面が円形に陥没した。どうした下手くそ。猿は息切れしながら挑発する。そこにまた金棒が振り下ろされる。猿は後ろに避ける。とうとう崖のへりまで追い詰められた。肩越しに振り返る。崖下には尖った岩が無数に突き立っていて、運よくそこに落下しなくとも助からない高さだ。めまいがした。どうやら血を流しすぎたらしい。時間がない。確実に仕留めるためにはこれをやるしかない。猿は後方へ飛び空中で叫んだ。当ててみやがれ化け物。声を出した場所をめがけて青鬼は金棒を振ろうとする。前に踏み込んだ足が崖のへりから飛び出し空中に置かれる。そのままバランスを崩し青い巨体は宙へ投げ出された。猿は自らも落下しながらその様を見上げていた。これでお前は終わりだ。俺もだがな。
岩肌が視界の中を猛烈な速度で流れていく。串刺しか地面への激突か、いずれにせよもう助からない。だが悔いはない。この命はあの男に捧げたのだ。突然両肩に鋭い痛みが走り、それと同時に落下速度が急激に下がった。僕が助ける。猿の頭上でキジが必死に羽ばたいている。話せ、お前もただじゃ済まねえぞ。自由落下ではなくなったとはいえ、落ちていることに変わりはなかった。話すもんか、僕たちは仲間なんだ。キジは黒い空をまるで目的地であるかのように見上げている。そうだったな。猿は苦笑すると目の前を青鬼が追い越していった。腹ばいのような体勢で獅子を振り回しながら落ちていく。そして峠状の岩に突き刺さった。後を追うように猿とキジも落ちていく。キジのおかげだろう。尖った岩の先端をわずかにそれた場所に激突した。その傾斜した側面をずるずると滑り、やがて地面に転がった。鈍い痛みが全身を包んでいた。生きてるか。隣に倒れているキジに聞く。なんとかね。キジは笑って答えたが、最も負荷がかかっていたであろう爪が何本か折れていた。そりゃよかった。これでまだ議会にどう報告するか悩めるな。猿は上体を起こし青鬼を見上げる。鋭い円錐に腹から背を貫かれ、獅子をだらりと下げていた。なぜか体全体からシューッと蒸気のようなものが上がっている。よかった、生きてたんですね。崖上から犬の声がした。意識を取り戻したようだ。ああ、なんとかな。猿が答えると、犬は重そうに片一方の前足を動かし、円形広場の真ん中あたりを示した。あの頭のない死体は何でしょうか。緑の鬼のだ。お前が剣を食いちぎった。しかし大きさも色もまるで人間です。なんだって。猿は再び青鬼を見る。青鬼は岩に串刺しになったまま人間ほどの大きさになっていた。こいつはどういうことだ。階段を駆け上がった桃太郎の目には赤鬼の後ろ姿が小さく映っていた。キジが言っていた通り、正面には巨大な洞窟があり、赤鬼はそこに入っていった。桃太郎は全速力でそこへ向かう。洞窟の手前まで進んだ時、そこから鬼が現れた。入り口を塞ぐように立ちはだかったのは黄色い鬼だった。不意に金棒が振り下ろされた。早いが反応できないほどの速さではない。桃太郎はひらりと身を横に向けてかわす。目の前の地面が円形に陥没した。鬼の右手が止まった瞬間を桃太郎は見逃さなかった。抜刀と同時に切り上げ、鬼の手首を切断した。金棒を握ったままの右手が地面に落ちる。鬼は絶叫しながら桃太郎をめがけて爪を立てた左手を横に振る。桃太郎は真上に跳躍してそれをかわし、縦に回転しながら落下する。その勢いを宿した太刀が鬼の左手首を切断した。すかさず相手の両足の間を駆け抜けながら右足首左足首をすれ違いざまに切り裂いた。返り血の生ぬるさが不快だった。邪魔をするな、時間がないんだ。洞窟に侵入するとズシン、背後で鬼の倒れる音がした。暗い洞窟の中を慎重に進んでいく。火は焚かれておらず、視界はほとんど聞かない。うめき声のような音がするのは吹き抜ける風のせいだろうか。どこかから漏れ入った雷光が辺りを短く照らした。なんだこれは。左右には鉄格子で区切られた部屋があり、そこにはボロ布を着た人間たちが横たわっていた。すべて合わせて10人といったところか。先ほど聞いたうめき声は実際にこの者たちが発したものだったようだ。再び訪れた暗闇の中、大丈夫かと声をかけてみたが、誰からも返事はなかった。今は先を急ごう。
早足で進んでいく。先の様子は雷光が差した時に記憶していた。開けた場所に出た。天井にはぽっかりと大穴が開いており、そこから黒い空が見える。さらに奥があるらしく、赤鬼の背中はそこに消えようとしていた。おい止まれ、桃太郎の声に赤鬼は頬を止めた。そしてゆっくりと振り返る。まったくしつこいやつだ。奪った財宝はどこだ。わしを殺して探すがいい。ならばそうさせてもらおう。桃太郎は刀を構える。ま、ちょうどいいか。赤鬼はこちらに向かって歩いてくる。ここで決めようじゃないか。わしとお前どちらが正しいか。欲望のままに殺し奪ってきた貴様が正しいなどということがあるものか。地面を蹴り、桃太郎は赤鬼に接近していく。赤鬼が金棒を振り上げる。桃太郎はそれに焦点を合わせ軌道を読む。ところが赤鬼は金棒を振り下ろさず前蹴りを繰り出した。金棒はおとり。赤鬼のかかとをまともに腹に受け、桃太郎は後方へ直線的に飛ばされた。背中を岩壁に強打し、バッと吐血した。前から地面に倒れた時、鎧の銅の部分が砕けていることに気づいた。もしも甲冑を装着していなかったら命はなかったことだろう。桃太郎は獅子をかき集めるようにして立ち上がる。幸い刀は離していない。もう終わりか、拍子抜けだな。赤鬼は余裕を感じさせる口調で言いながら近づいてくる。壁際に追い詰められるのはまずい。桃太郎は地面を蹴り敵に向かって突進していく。赤鬼は頬を止め片足を上げる。踏みつぶす気か。桃太郎は横に跳躍した。ズン。重低音が響くとともに地面に巨大な足形が刻まれた。回避は成功したが、すでに金棒は頭上から迫っていた。やむなく大きく後方へ飛び敵の攻撃をかわした。これでは懐に入ることさえままならない。赤鬼は間髪入れず金棒を引き寄せながら上体を前に倒し地面をなぎ払うように振る。その周囲に突風が巻き起こった。回避不能であることを悟った桃太郎は前方に踏み込んだ。金棒が弧を描くように振られているのなら起点に近い方が威力は低くなるはずだ。金棒を受けた右腕の小手が砕け、またしても壁まで吹き飛ばされた。壁に強打した左半身が激しく痛み、しびれを感じている。さっき倒した鬼とはまるで違う。速さも力も桁違いだ。赤鬼はこちらに体を整体させながら豪快に笑った。面白くなってきた。まさかあの状態から踏み込んで指を切りに来るとはな。赤鬼の右手からは親指以外の指がなくなっている。金棒が体を捉える寸前、桃太郎が切り落としたのだった。もっともその代償は大きかったようだが。赤鬼は落ちた金棒を左手で拾い上げた。鋭い痛み、鈍い痛み、しびれ、熱、寒気、あらゆる苦痛が全身に充満していた。それでも桃太郎は立ち上がる。苦痛に耳を貸すな。動けば問題ない。倒すか死ぬか、どちらかの未来が訪れるまで戦うんだ。桃太郎は剣を構えて走っていく。ずいぶん頑丈なやつだ。赤鬼は嬉しそうに言いながら迎撃態勢を取る。桃太郎は相手の攻撃圏内に入った。視点を一点に集中させてはいけない。全体を見るんだ。赤鬼の最初の攻撃は先ほど同様踏みつけだった。その軌道を見極め、桃太郎は全力で上に跳躍する。敵の動きの速さに目が慣れてきていた。赤鬼の左足が地面を鳴らす。その時にはすでに桃太郎が敵の膝に飛び乗っていた。刀を逆手に持ち替え、さらに上へと跳躍する。ここまで接近すれば金棒は振れまい。桃太郎と共に上昇する刃が赤鬼の腹から胸を斜めに切り裂いていく。赤鬼は短くうめいた。重力に引かれ上昇速度が緩んだ。桃太郎は体を横に回転させながらその勢いを乗せた刀を振る。目の前には赤鬼の両目がある。もらった。しかし赤鬼は瞬時に危険を察知したらしく顔の位置を下げた。風切り音を巻き起こしながら振られる刃は
対になって生えている1本目の角を切断し、2本目の角を半分ほど切ったところでピタリと止まった。桃太郎の動きも停止した。惜しかったな。赤鬼は指のない右手のひらで桃太郎を弾き飛ばした。背中から地面に激突し、そのまま勢いよく後ろ向きに転がり、やがて仰向けになった。一緒になって飛ばされたらしく、切断した片方の角が近くで固い音を立てた。痛みすら感じなかった。肉体はもはや感覚を失いつつあった。ぐらぐらと揺れる視界には灰色の岩に縁取られた黒い空が映っている。雨が降ってきた。強い雨だ。勝負あったな。お前にはもう武器もない。赤鬼の言う通り、刀は角に噛んだままだ。人間は脆いな。脆いくせに生物の頂点に平然と居座っている。赤鬼は喋りながら一歩一歩近づいてくる。おかしいと思わないか。本来はより強い生物が上に立つべきだというのに。だがそんな歪んだ構造も間もなく修正される。お前が敗北したことにより鬼族が頂点の座につくことになるだろう。喜ぶがいい。そうなれば人間同士で殺し合う余裕などなくなるのだからな。視界に入ったところで赤鬼は立ち止まった。敗北するのはお前だ。桃太郎は血だらけの右手を動かし、人差し指で天を示した。雷は金属に落ちやすい。何？赤鬼は自身の角に噛んだ刀を確認するようにゆっくりと目を上に向ける。そして一気に顎を上げ天を仰いだ。黒い空を閃光が切り裂き、雷鳴がとどろいた。残響が空に座れ、沈黙が降りた。雨音だけが相変わらずあたりを包んでいる。赤鬼の笑い声が響き渡る。赤鬼は首を戻し、再び桃太郎を見下ろした。哀れだな。苦し紛れの策も不発に終わってしまうとは。今楽にしてやろう。赤鬼は右足を上げる。決着はついた。やはりわしは正しかった。視界が陰り、巨大な測定が迫ってくる。まだだ。まだ倒しても死んでもいない。右足が止まると同時に敵の苦しげな叫び声が上がった。痛いか、自分の角は。桃太郎は切断した角を両手で掴んでいた。赤鬼が上を向いている間に傍らに転がっていたそれを引き寄せ、背中に隠しておいたのだった。角は測定から甲を突き破り、大量の血液を流出させている。それをかぶるように浴びながら、桃太郎は仰向けの体勢のまま懸命に角を支える。まるで我慢比べだな。いいだろう、このまま踏み潰してやる。赤い測定が徐々に迫ってくる。桃太郎は死を確信した。これ以上策はない。身動きもできない。途絶えそうになる意識をつなぎ止めておくのがやっとだ。せめて仲間たちに撤退を伝える方法はないものか。村で待つおじいさんとおばあさんはやはり泣いてしまうだろうか。桃太郎の両手が角から離れる。その瞬間、心臓が大きく脈を打ち、全身に不快感が広がった。遠のきつつあった意識は完全に引き戻され、力がみなぎってくるのが分かった。赤鬼が後ろへ飛びのくのが見えた。有り余る力が声となり、口から放出される。その己の凶暴な声を聞きながら、桃太郎は立ち上がった。背の高い赤鬼の顔がなぜだか水平に見えている。視界の中にある自分の両腕は筋肉量が著しく増加し、紫色に変色し、そして指先からは鋭い爪が伸びていた。まさかそんなことが。赤鬼はうろたえている。角は一本失われ、右手の指はほとんどなく、足の甲には穴が開き、今見てみるととても脅威だとは感じられなかった。正しいのは
赤鬼は左手で握った金棒を振り上げる。わしだ！絶叫とともに金棒が振り下ろされた。狙いはこちらの頭部であるようだ。桃太郎は瞬時に右手を伸ばして敵の手首をつかみ金棒を止めた。クッとはがみし、赤鬼は指のない右手で突きを繰り出す。しかし遅いな。左足を踏み込むと同時に桃太郎は左手を突き出した。鋭い爪を有した左手は赤鬼の柄空きの腹を貫いた。敵の両目が見開かれ一切の動きが止まる。雨音だけが聞こえる中、桃太郎は敵の体内に残る前腕に温かさを感じていた。やがてガクンと首が折れ、赤鬼は下を向く。左腕を引き抜いた。一拍置いて赤鬼はその場に膝から崩れ落ちた。地面には雨と血の混ざり合った水たまりができていた。そこに映った己の姿は紛れもなく鬼だった。なぜ僕が鬼なんかに。脳内の混乱が収まるのを待たずして体から霧のような蒸気が発せられた。さらなる謎に混乱をきたすが、霧は全身から放たれ続ける。それに伴い体はみるみるしぼんでいき、やがて人間の姿に戻った。戦闘で負ったはずの傷もすべて治っていた。はっとして赤鬼の方を見る。立ち込める蒸気の向こう、赤鬼がいたはずの場所にはやはり人間が倒れている。やがて霧が晴れ、その人物を目にした時、桃太郎は驚愕した。おじいさん。腹から流れ出る血が赤鬼の正体がおじいさんであったことを証明していた。おじいさん。桃太郎は半ば無意識のうちにおじいさんを抱き起こし、傷口に手を当てていた。一体これはどういうことですか。おじいさんは穏やかに微笑んだ。お前が勝った、それだけのことじゃ。なぜおじいさんが鬼なんかに。おじいさんは痛みに顔を歪ませたが、すぐにまた笑みを浮かべた。何者かに脅されていたわけでも操られていたわけでもない。鬼によって起こったことはすべてわしの意志によるものじゃ。わかりません、僕にはさっぱり。すべて話そう。それまでこの命が持つかはわからんが。おじいさんは自身の記憶をたどるように暗い空に目を向けた。まだわしが若かった頃、山で芝刈りをしていたら変わった色の植物を見つけた。薬草か毒草か、村へ帰ってから調べてみようと思って、わしはそれを積んで腰袋へ入れた。日が暮れかけ、下山している途中、ひどい怪我をした野ウサギが倒れているのに気づいた。おそらく強い動物に襲われたんじゃろう。気づけばわしは腰袋からあの草を取り出しておった。急いで石ですりつぶし、ウサギに塗ってやった。それが薬草であることを祈りながら。しばらくするとウサギは元気に起き上がり、そしてわしに襲いかかってきた。その姿は化け物そのものじゃったよ。腕を噛まれ命の危険を感じたわしは芝刈りに使う鎌を振った。自分で助けた命を自分で奪ったんじゃ。それから幾日か経ったある夜、わしは家の作業場で鎌や斧の手入れをしながら居眠りをしてしまった。物音がして目を覚ますと、さらに引き出しを滑らせるような音がかすかに聞こえた。盗っ人に違いないと考えたわしは斧を手に取った。物音のする寝床にはまだ若かったばあさんと
生まれて間もない赤子が眠っておったからな。子供がいたんですね。ああ、わしらの息子じゃ。引き戸を開けるとやはり盗っ人がおった。布団から離れたところにあるタンスを物色しておったが、わしに気づいた男は赤子を持ち上げ、気づいたらこいつを殺すと脅してきた。ばあさんが目を覚まして悲鳴を上げた。盗っ人は逃げ出した。赤子を抱えたままな。脅しに使えると思ったのか、それともどこかへ売り飛ばすつもりだったのかはわからん。わしは必死で後を追った。外は真っ暗じゃったが、赤子が泣いてくれたおかげで向かうべき方向を知ることができた。その声は僕を助けてと言っているようにも、犯人はここだよと教えてくれているようにも聞こえた。助けてやる、必ず助けてやる、わしは心の中でそう繰り返しながら森の中を走った。徐々に鳴き声が近づいてきていた。鳴き声が止んだのは突然じゃった。途切れた場所に近づいていくと赤子が倒れていた。盗っ人の姿はなかった。息子は首を折られていたんじゃ。なんてひどいやつだ。翌朝、わしはばあさんと一緒に赤子を山頂に埋めてやった。あまりに短い生涯を終えた息子をせめて一番見晴らしのいい場所で眠らせてやりたかったんじゃ。そこなら芝刈りをなりわいにしているわしは毎日会えるしな。息子を殺した盗っ人はすぐに捕まった。殺された赤子が盗っ人の髪の毛を握っておったんじゃ。まったく勇敢な子じゃよ。それが手がかりとなり、わしの見聞きした特徴も合わせて犯人は特定された。村が与えた罰は島流しじゃった。島流し、お前も知っての通りこの島じゃ。しかしわしはとても納得がいかんかった。罪のない赤子の命を奪った者が村から離れただけで許されていいはずがない。残されたわしもばあさんも悲しみに暮れる日々を過ごしておった。どうにかあの男に苦しみを味わわせてやりたい、そう心から願った時、あの草のことが思い出された。野ウサギを化け物にしたあの毒草じゃ。わしは準備をして船でこの島に渡った。当時はまだ草木が生えていた。しかし家を作る材料がなかったんじゃろう。罪人たちは皆洞窟の中で生活していた。あちこちから怒号が聞こえた。殺し合っている者たちもいた。わしに気づいた罪人たちは邪悪な目を向けてきたが、斧と鎌で武装しているわしに襲いかかっては来なかった。やがてあの男を見つけた。痩せ細り、ひげも伸びていたが、間違いなくあの男じゃった。わしを見るなり男はつかみかかってきた。お前のせいでこんな目に遭っているのだと、まるで被害者であるかのようなことをほざいてな。わしは突き飛ばされた。その拍子に腰袋に入っていた食料が落ちた。白、赤、白の順に刺さった串団子じゃ。白は機微、赤は毒草をすりつぶして丸めたものじゃ。盗っ人らしく男は断りもなくそれを拾って食い始めた。よほど腹が減っていたんじゃろう。むさぼるようにしてな。わしはそれを食われたら困るというように男に手を伸ばした。
腹の中で笑いながら、次の瞬間男の体がびっくりと震え、一瞬にして全ての血管が浮き立った。血管は真っ赤に染まり、それを覆うように肌も赤く染まっていった。そして男は巨大化し始めた。爪が伸び、角が生え、男の体はたちまち膨れ上がっていき、やがて洞窟の天井を突き破った。まさかそれが起きたのは。そう、まさしくここじゃ。やがて巨大化は止まり、目や口や耳やあらゆる穴から血が噴き出した。苦しげな叫び声を最後に化け物は崩れ落ちた。今思えば毒草の量が多すぎたんじゃな。それが初めて生まれた鬼じゃ。じゃあ鬼は人間？その通りじゃ。鬼は蒸気を発しながらしぼんでいき、やがて人間の大きさに戻った。血まみれの肉塊じゃったがな。おそらく地獄の苦しみを味わったであろう男の最後を見届けたことで、わしの復讐は果たされた。罪人たちはわしを恐れて道を開けた。男が巨大化した時、わしが手をかざしていたことから、きっと呪術でも使うものだと思い込んだんじゃろう。村に帰り、ようやくわしら夫婦は日常を取り戻した。しかし村では相変わらず悲惨な事件が起こり続けていた。おじいさんは一度言葉を切ると声を震わせてこう言った。なぜ言葉の通じる人間同士が奪い合い殺し合うんじゃ。おじいさんの両目から流れているのが雨なのか涙なのか、桃太郎には分からなかった。大きく息を吐き、おじいさんは話を続けた。あの男が鬼になった時、罪人たちは争いをやめ同じところを見ていた。その記憶がわしの行動を決めたんじゃ。わしは山であの毒草を取り、再び島に渡った。罪人たちを実験体とし、毒草の研究をするために、逃げ出せないよう牢も作らせた。わしを恐れてやまない罪人たちは抵抗せずに従った。桃太郎は通路の方に視線を移した。あの牢はおじいさんが作らせたものだったのか。わしは毎日島に通った。ばあさんに怪しまれんようにするためには、いつも通りの時間に帰らねばならんかったからの。おかげで芝刈りの成果はぐんと落ちたがな。やがて最初の一体のように自滅することもなく、長時間活動できる鬼を作ることに成功した。適量を水に溶かし口から投与するのが最も安定するらしかった。わしは毒草と水を調合したその液体を人を鬼にする薬、気薬と名付けた。そこに至るまでに随分死人を出したが、被験体に困ることはなかった。罪人は次から次へと島に送られてきたからな。そんなひどいことをして何も思わなかったんですか。思わんかった。わしには罪人どもが皆息子を殺したあの男に見えておったからな。桃太郎は言葉を返せなくなった。鬼と化しても罪人たちはわしの指示に従った。根底にわしへの恐怖が植え付けられていたからじゃろう。そしてわしは鬼たちに村を襲わせた。そんな。胸が凍結してしまったかのような感覚に襲われ、息ができなくなった。ここから船で陸に渡ってから罪人に気薬を投与し、鬼に変え村で暴れさせた。
そして効力が切れて人の姿に戻る前に離脱させた。それを年に幾度か行った。じゃあ鬼の襲撃は全部おじいさんの仕業？あまりの衝撃に桃太郎は自分の感情さえ分からなくなってしまった。その結果、村で起こる痛ましい事件は著しく減った。それまで人々が互いに向け合っていた残虐性は鬼という共通の脅威に対してのみ向けられるようになったんじゃ。鬼が憎しみの受け皿となり人々を一つにした。嘘だと思いたかった。どうにか否定したかった。しかし記憶をたどった桃太郎にはそれができなかった。鬼が襲撃してきた時、いつもおじいさんはいなかった。全ては人間同士の争いを止めるためじゃった。財宝を奪ったのもその原因となるものだったからじゃ。鬼の存在によって人間の醜さは裏に追いやられ、協力して鬼と戦う美しい姿が表に出たんじゃ。数十年わしは村への襲撃を続けた。自分の行いが正しいことだと信じて。ふざけるな！桃太郎は思わず怒号を上げていた。鬼のせいで仲良しだった友達も、いつも遊んでくれたおじさんも、剣術の先生もみんな死んだんだぞ！おじいさんは表情を変えることなくこう言った。鬼がいなければもっと死んでいた。腹の中に渦巻く劇場を桃太郎は懸命に抑え込む。いつからかここは鬼ヶ島と呼ばれるようになった。村の人間からすれば鬼がやってくる方にあるものだから、ここから鬼が来るのだと考えられたんじゃろう。実際その考えは合っていたわけじゃが、人間の暴走を抑え込み、それを維持することはできたが、わしにはもう一つ叶えたい願いがあった。気薬を死者に投与し蘇らせることじゃ。しかし罪人の死体で実験したが、どれも反応を示さなかった。矢のように時は過ぎていき、気づけばわしは老いていた。その焦りから成功例を埋めぬまま、わしは計画を実行した。計画？いつも芝刈りで入っている山で死んだ息子の墓を掘り返し、気薬をかけたんじゃ。バカな。奇跡が起きた。白骨化していた小さな息子は光と蒸気に包まれた後、鬼になることもなく、ただ肉体を取り戻したんじゃ。また会えたことが嬉しくてわしは泣いていた。そしてまた一緒に暮らすにはどうしたらいいかと考えた。まさか婆さんに真実を告げるわけにもいかんし、そのまま連れ帰れば親を探そうと騒ぎ出すに違いなかった。人の子ではないと思わせるため、わしはその子を川に流すことにした。その時間、下流で婆さんが洗濯をしていることは分かっておったからな。まさかその子は？ああ、お前じゃ。おじいさんとおばあさんは親代わりではなく本当の親だったというのか？僕は一度死んだ人間だったというのか？桃太郎の呼吸が荒くなった。規約によって死者が蘇ったのは後にも先にもその一度きりじゃった。信じがたい事実をどうにか嘘に変えようと桃太郎は奇妙に思った点をついた。しかしなぜ桃になんか、あの山に大きな桃なんて。あれは桃ではない、わしの祈りだったんじゃ。祈り？この先鬼になってしまうことなく、人の心を持ったまま成長していってほしいという祈りじゃ。わしは
背負っていた籠を下ろし、そこに入っていた小枝や材木を使って船を作った。人の心を表した形で、自分の手が血まみれになっていることに気づいたのは出来上がった時じゃった。鎌しか持っておらんのに難しい作業をしたもんじゃから、途中で指を切っていたんじゃ。わしはそれほどに夢中になって船を作っていた。小さな命を乗せた人の心は、安定性を得るために逆さまになって川を流れていった。ばあさんはそれを大きな桃だと思い込んだ。川の水によって木がふやけ、わしの血の赤がにじんで薄まり、確かにそう見えた。桃だというばあさんに調子を合わせ、わしは包丁で開けることにした。中にいるお前が傷ついてしまわないよう、わし自身が切ったんじゃ。おじいさんの話を嘘に変える糸口はもう見つからなかった。お前はわしの望んだ通りに成長してくれた。鬼の力を持ちながら鬼になることもなく、優しい心も持っていた。他の子供たちと比べて成長自体も早かった。3歳にして斧を振れるようになったのは、紛れもなく規約の影響だったんじゃろう。まさか僕だけ動物と会話ができたの？おそらくお前が半分鬼だからじゃろう。規約を飲んだものは決まって自然と一体化するような感覚を覚える。もはや認めるしかなかった。自分は人であり鬼なのだ。剣術を身につけ、もはや敵なしとなったお前を見て、わしは確信した。人間の姿を維持したまま、人の心と鬼の力を合わせ持った完全な個体、パーフェクト太郎だと。パーフェクト太郎、完璧を意味する異国の言葉じゃ。お前が鬼退治に行くと告げた時、ちょうどいいと思った。わしには後継者が必要だったからの。後継者？思わず桃太郎は、いや、パーフェクト太郎は聞いていた。鬼によって秩序を保つのに限界が来ておったんじゃ。わしは老いてしまったし、何より鬼にするための人間が乏しくなっていた。初めて鬼が村を襲った日から罪人が出なくなっていたからじゃ。鬼がいなくなれば人々は再び殺し合いを始めてしまう。お前が適任者であることは分かっていた。その力を使い、人々に適度な恐怖を与え続けることで、きっと秩序は保てる。しかし事情を話したところで、お前が素直にうなずかないことも分かっていた。誰より鬼を憎んでいたお前が、その力による安定を是とするはずがないからの。確かにそんな役目を託されたところで自分は拒否していただろう。今だってそうだ。ならば力で屈服させ納得させるしかないと考えた。圧倒的な力の前では正義も信念も倫理観も全てはきれいごとに過ぎないということを教え、その上で秩序を維持する現実的な方法を理解させる必要があると。パーフェクト太郎の頭にある疑問が浮かんだ。力でねじ伏せたかった僕になぜ剣や鎧を持たせたんです？万全な状態でなければ敗北を認められん。違うか？その通りだった。お前が旅立った後、わしは神社に行くと嘘吹いてすぐに家を出た。そしてお前より先にこの島に渡った。こんな老いぼれでもまだ馬に乗るくらいはできるからな。
わしは気薬を飲み、自らを鬼にしてお前を待った。到着は予想していた頃だったが、お前が仲間を連れてきたものだから、その分鬼を増やさなければならなくなった。黄色の一体がもたついておったのは、数を見誤って気薬を飲ませるのが遅れたからじゃ。ともあれ、お前と一対一で戦うことができた。まさかお前が鬼になるなどとは思わず、負けてしまったがな。そういえば、あれは一体。お前がわしの足を角で受け止めていたとき、アビたちを飲んだんじゃろう。そこに含まれている気薬の成分が、お前を鬼に変えたのだとわしは見ておる。過去にそんな例はなかったが、もともと半分鬼であるお前は、少量でも鬼になることができたんじゃろう。確かにあの時、飲んでもおかしくないほどの血を浴びた。勝ったのはお前じゃ。鬼として生物の頂点に立ち、世界を支配するもよし、正体を隠したまま人として生き、世界を傍観するもよし、あるいは全く別の選択をするもよし、とにかくお前は自由じゃ。おじいさんは仰向けになったまま両手を広げた。さあ殺すがいい。わしはお前が最も憎んだ者の元凶じゃ。刀はおじいさんの頭の上に落ちている。早くせんか。わしをこの呪いのような人生から早く解放してくれ。強がりなどではなく、おじいさんが本心からそれを願っていることが伺えた。だがそんな身勝手なことはさせない。パーフェクト太郎はおじいさんの目を睨みつけた。あの人は、おばあさんは何も知らないんだろ。もしもここであんたが死んだら、おばあさんはどうなる。真実を知ってしまったらどうなる。あんたが裏でひどいことをしている間も、おばあさんはあんたに安らぎを与え続けていた。あんたはあの人に何を与えたんだ。呪いのような人生だと。そんなことをほざく人間に寄り添ってきた人の気持ちを考えたことがあるのか。あんたは生きなくちゃいけない。演技でもいい、まやかしでもいい、あの人が愛した夫として生きるんだ。あの人が信じている世界を壊すな。後悔、罪悪感、大いに抱えろ。あんたの苦痛なんて知るものか。人間の醜さとか秩序とか犠牲とか、そんな大それたことは考えずに、今後はただあの人のためだけに生きろ。おじいさんはぼんやりと空を眺めている。そこにおばあさんの姿を見ているに違いなかった。お前の言う通りじゃ、息子よ。しかし残念ながらこの体は村に着くまでとても持たん。おじいさんは指のない右手で腹に開いた傷を示した。すまんな。その謝罪はおばあさんに向けられたものであるように思えた。いや、あんたは死なない。パーフェクト太郎はおじいさんの腰に縛ってあるひょうたんを取り上げた。今からあんたに気薬を投与する。一度鬼になれば傷はすべて治るはずだ。さっき僕がそうなったように。おじいさんは答えず、何かを諦めるように微笑んだ。突然雨が止み、辺りに光が差した。おじいさんの目尻から涙がこぼれた。鬼になったおじいさんが元の姿に戻ると、やはり傷は癒えていた。これは今後僕が管理します。パーフェクト太郎は残りの規約が入ったひょうたんを返さなかった。信用していないわけではないが、やはりおじいさんに持たせておくことはできなかった。鬼になっている間に、おじいさんは残った罪人たちを皆殺しにした。解放するわけにも、村に戻すわけにもいかず、かといって置き去りにすれば餓死を待つのみ。そんな彼らにとって死こそが救いなのだとおじいさんは言った。
それを裏付けるように鬼になったおじいさんに手をかけられる際、誰一人として抵抗しなかった。財宝はこっちにある。おじいさんはパーフェクト太郎と戦った場所からさらに奥に続く穴を指さした。その前に仲間たちを探してきます。パーフェクト太郎は侵入してきた通路の方に足を向ける。犬、猿、キジの安否が気がかりで仕方なかった。私たちなら無事です。犬の声がして間もなく仲間たちが姿を現した。これが無事に入るもんかや。猿が呆れたように言う。仲間たちは互いに傷ついた体を支え合いながらこちらに向かって歩いてくる。お前ら。パーフェクト太郎は思わず駆け寄っていた。桃太郎さんは大丈夫でしたか？髪もほどけて服もボロボロですけど。キジは心配そうにパーフェクト太郎を見上げていった。ああ、問題ないよ。それは良かったです。キジは安心したように微笑むと首を傾けてパーフェクト太郎の背後を覗く。あの人は。ああ、後で話そう。おじいさんについて行った先に財宝は保管されていた。高価な石、巻物、着物、家具、見たところほとんど手つかずの状態だった。そのすべてを荷車に積み、おじいさんの案内に従ってさらに洞窟の奥へと進んだ。暗がりだが下り坂になっていることが分かった。洞窟を抜けると砂浜が広がっていた。青い海が朝日を反射して輝いている。パーフェクト太郎たちが上陸した北側とはまるで別の島のようだった。あれがわしの船じゃ。おじいさんの指さした方向には立派な船が停泊していた。なんだよこりゃ。俺は何のために2回も崖を登ったんだか。心底バカバカしいというように猿がぼやいた。荷車の車輪に背を持たせかけ、パーフェクト太郎は座っていた。犬、猿、キジもそれぞれ楽な体勢でくつろいでいる。船の上で手当てした甲斐あって、もう仲間たちの体は普通に動かせる程度には回復していた。ついさっきおじいさんは先に村へと帰っていった。一緒に戻るわけにはいかず、こうして村近くの草原で時間調整をしているのだった。なんだか懐かしい気がしますね、ここ。腹を草につけて座る犬が照れたように言った。ああ、ずいぶん前のことみたいだ。この草原は犬と初めて会った場所だった。でもまさか僕を殺すために近づいてきてたなんて夢にも思わなかったよ。パーフェクト太郎が笑いながら言うと、犬は罰が悪そうに謝った。すでに仲間たちから彼らの本来の目的については直接聞いていた。またパーフェクト太郎からもおじいさんから告げられた真実を伝えてある。しかし大丈夫なのか。僕に加勢したってことは任務を放棄したことでもある。それによって立場が悪くなったりしないのか。そりゃ問題ないだろうよ。草の上に寝転がっている猿は空を眺めながら言う。議会の目的は鬼に覇権を握らせることだったんだ。でも鬼の正体は人間だった。この時点でどっちに勝たせるもクソもねえ。しかも残ってるのは半分鬼のあんただけだ。ある意味じゃ鬼に勝たせたと言える結果さ。そうか、なら安心だ。確かに猿の言う通りかもしれない。これからどうなっていくんでしょうね、人間は。荷車の持ち手に止まっているキジが言った。鬼がいなくなったことでまた仲間同士で傷つけ合ったり、動物たちを虐げたり、自然を壊したりするようになっちゃうんですかね。反射的にパーフェクト太郎は口を開いていた。人はそこまで愚かじゃないと思いたい。もしもこの先人間がキジの危惧したようなことを始めたなら、自分はこの力を使いそれを阻止するしかなくなるだろう。今度は鬼として。本当にそんなことになったら俺たち猿は今度こそ人間の敵に回るぞ。私たち犬は人間に寄り添い忠実な動物として一番近くで監視しましょう。僕たちキジは空から見守ることにするよ。パーフェクト太郎を励ますように仲間たちはそれぞれ意見をくれた。心強いよ、本当。
さて、そろそろいいんじゃないか。カラッとした声で言いながら猿は起き上がる。そうだな、村に帰ろう。パーフェクト太郎も立ち上がる。先に言っておくが、俺たちは長いはしないぜ。議会への報告とかこれでもいろいろあるからな。きび団子を食わせてもらったら退散する。共に戦ってくれたお礼に、村に帰ったらおばあさんに頼んできび団子をご馳走すると約束していたのだ。ああ、分かってる。味や大きさへの文句は本人に直接伝えるといい。パーフェクト太郎は仲間たちに意地悪を言った。鬼ヶ島に渡る直前、味が薄いだの、少し大きかっただのと言われたことを持ち出したのだ。いや、あれは俺たちの話してたことをごまかすためにとっさに嘘ついただけだ。そうですよ。うんうん。仲間たちは焦っていた。まあ、どっちでもいいさ。そんなことでおばあさんは怒ったりはしない。村人たちは道の左右に人垣を作ってパーフェクト太郎たちを出迎えた。その間を荷車を引きながらパーフェクト太郎は歩いていく。歓声の中から英雄とか偉大とか誇りとか大層な言葉が聞こえてきた。家の前に荷車を止め、引き戸を開けた。ただいま。パーフェクト太郎は心の中で母さんと付け足した。おばあさんは幻を見るかのように唖然とした後、パッと表情を晴らした。おかえり。その言葉を何度も繰り返しながらおばあさんは泣いた。歓喜する村人の中でただ一人、おばあさんだけが泣いていた。その背中におじいさんは手を添え、よかったなとあやすように言う。ふとおじいさんがこちらを見た。パーフェクト太郎はうなずいた。おじいさんは安らかな笑みを浮かべ、うなずき返してきた。仲間たちのことを話すと、おばあさんは食べきれないほどたくさんのきびだんごを作ってくれた。みんな大喜びで食べていた。持ち帰った財宝の大半はそれぞれ元の持ち主に返却された。しかし持ち主が不明であったり、すでに死亡していたものもあった。それらをめぐって争いが起きるようになるまでにそれほど時間はかからなかった。あの戦いに臨んだ自分を否定することも、おじいさんのやり方を肯定することもできず、そして市中にある規約を医療に転用することも破棄することもできず、パーフェクト太郎はただ世界を傍観した。そんな心に抱えた迷いやジレンマを押し隠しながら、パーフェクト太郎は幸せに暮らしたふりをした。僕は卑怯者だ。規約の使い時は後の人類に委ねる。もしも人間の残虐性や傲慢さが世界の脅威といえる水準にまで達したら、その時はこれを使うことを許可する。これはパーフェクト太郎が規約とともに残した言葉だ。それらは一部の人々に脈々と受け継がれていった。100年を超える長い年月が過ぎた現在、人類はあの頃とは比較にならないほどの大規模な殺し合いを重ねていた。忠実な動物として監視すると言っていた犬は下僕になり下がり、空から見守ると言っていたキジは食い物にされている。唯一抵抗を続けているのは一握りの猿だけだ。パーフェクト太郎が言ったその時はすでに訪れていた。今世界各地で氷炭の線は開けられていることだろう。さようなら、人間の皆さん。